こちらがイヤーキャンドルといいまして、ろうそくではございません。オーガニックコットンを丸めたものに蜜ろうを浸して固めたものです。先端に火をつけまして、こちらのガーゼがついている方を耳の穴に差し込んで約10分間ぐらい燃やしていきます。両耳することによりバランスをとっていきます。燃えることにより音が脳に伝わっていきますので、脳神経を刺激し脳をリラクゼーションと導いていきます。それにより、体全体を緩めていきます。私ども日本イヤーキャンドル協会ではこちらの資格を取得するコースを設けております。2日間の短いコースで資格が取れるもので、1ヶ月後に簡単な試験を行って修了証を発行しております。ベースを島根県の出雲大社の近くでやってるんですが、全国どこでも出向いていきますので、ご興味のある方はホームページの方をご覧いただき、ご連絡いただければと思います。お待ちしております。よろしくお願いします。